2018年5月17日の日記です。今日はちゃんとあのね、年と月をあのちゃんとあれの順番通りに言えました。日に日にね、日本語がねひどくなってくるんですけども、なんか最近さっきもすごいお母さんに笑われたばっかりなんですけども、なんかね、他に日本語と英語以外にあのできるコミュニケーション方法あったらちょっと募集中です。今週が無事に終わりました。はぁーって感じ。もう一週間無事にやっと終わったよーって感じなんですけども、そう、今仕事ね、1週間目がすごく長かったです。なんかもう月曜日から始まって、で今日木曜日なんですけども、こっちアメリカではね、本当にね、あれなんですよ、まあ英語のね先生をしているんですけども、アメリカに来たばっかりのね英語を学びに来た子たちをね教え、子たちって言っても年上の人もおじさんとかもクラスにいるんですけども、その自分の教えてるクラスに、まあでもねそういう感じで、今日ね、そう今週その自分の受け持つ生徒たちと初めて会って、でいろいろ授業のね流れとかをね、あの説明する週だったんですよ今回。まだね、あのメインっていうか、その本なんとかにメインの、そうメインのサブジェクトに入らない、入る前の段階なんで、もうなんか恥ずかしいよ。なんか日本語もっと喋れるようになりたいんですけど、そう、そのメインのやつが来週から始まるんで、今週はまだね、あの準備期間、まあ自己紹介するなり、シラバスをね紹介するなり、シラバス作るところからだったんですけど、まずねとか、まああと全体的にその生徒の能力をね確かめるみたいな、その生徒たちはこの学期が始まる前にテストを受けるんですよ。テストを受けて、そのテストの結果によってレベルが決まったりするんですけども、そのテストの結果でなんだろう、はいつもなんかその正確なね結果 を残さないので、あれなんですよ、その最初の1週間でよく観察してね、生徒一人一人を本当にこのレベルでいいのかなっていうのを、あのいろいろそういうのを見る期間なんですよ。自分の教えてる授業は一番下の一番簡単なっていうか、一番何レベルの低いクラスなので、これ以上下に下がるってことはないんですけども、でもこのクラスでも難しそうだなっていう生徒は結構何人かいたりとかで、そうでもちょっとこのレベル以上にできそうだなっていう子たちもなちらほらっていう感じなんですけども、そうだからね、いろいろノートをたくさん取ったし、結構あのシラバスを作るのも時間かかったし、だから今週はかなり忙しかったです。しかもね、うちの家族もあさって引っ越しするんですよ。だからその準備もあって、学校が終わって、その後にその何新しい、ユーティリティって何、あ光熱費、え電気とかね、電気代とかを新しい家のとこと契約しに行ったりとかもあったりとかで、いろいろ忙しかったんですよ全体的に。
そう、でもね、すごいやっぱ楽しかったですね。あの、自分のなんか能力を使って人を助けるっていうことは本当に素晴らしいなと思いました。人生の生きがいってこういうところにあるのかなみたいなね、すごくいい経験です。はい、何がいい経験って、やっぱり前にも言ったんですけども、自分の能力が認めてもらえるということですね。障害があるにもかかわらず、あのですね、本当に私のスーパーバイザー、上司が、私の能力をすごく認めてくれるので、いろんなことをやれって、やるように頼んでくれるんですよ。それがね、なんか嬉しかったりしますね。なんか、自分が頼られていて、しかもなんか頼、いろいろ仕事を頼まれて引き受けるから、その分給料も上がったりするんですよ。だからね、結構、なんか、すごいです、いろいろ。もうすごいとしか出てこないんですけど、言葉が。でもね、本当に英語を教えるの楽しいですね。生徒たちの名前を覚えるのが大変なんですけども、16人もいるんでね。でも来週になったら生徒が多分少し減るのかな。何人かレベルが上に上がりそうな人がいるので、多分来週から今17人いるんですけど、15人ぐらいには減ってるんじゃないかなと思います。ぶっちゃけ、減ってほしくないです。みんないい子たちなんで、なんかみんなと学んでいきたいなっていうふうに思ったんですけど、でも多分来週生徒が減ることになるんじゃないかなって思うんですけども、はい、とても生きがいを感じています。自分がなんかこうやって人に頼られて生きるのって、これからの人生でそうそうないと思うので、今のうちたくさん自信をつけて、たくさん経験を積んで、日本に帰った時ね、本当にいろん日本に帰った時にもこの能力を発揮できるように今のうち自信をたくさんつけときたいななんて思うんですけども、でもなんかね、給料とか見たら日本に帰るのやめようかなみたいな、なるもんね。やめるには、アメリカにステイするにはまた大学院行くか、それかまあ結婚するかなんですけどね。でも結婚なんてする予定ないし、誰も好きな人とか全然いないし、難しいですね人生。まあでも日本に帰ってやりたいことがたくさんあるっちゃあるんで、日本には帰ると思うんですけども、なんか大学院も今んとこ行く気しないんでね、これからどうなるか分かんないんですけども、まあ、そうですね、今週忙しかったですけど、来週から本もうトライしません。メインのね、サブジェクトに、まだカタカナばっかりになってしまった、メインのサブジェクトにね、来週から始まるのでね、授業の準備がこれから忙しくなってくると思うんですけども、頑張りたいと思います。というわけで、ではまた、報告取り急ぎ報告まで変な日本語だな、もう。